皆さんこんこにちは、まあ、ですえっとですね今日ちょっと緊急に皆さんにちょっとシェアをしたい話がありまして、えー、マハラニヘナイシュウスビキにタリウムが残留している疑いがあるという投稿がアマゾンの、えー、マハラニヘナイシュウスビキのレビューに上がったんですね。で僕びっくりしたんですけどタリウムって一体何やろうということでああ殺素剤。 なネズミを殺す殺剤、まあ、として、まあ、あの広く使われているようなんですね。でそもそもこれを見た時に非常に違和感があったのはなんでタリウムヘナっていうのは、まあ、農地でも本当に葉っぱの類いですのでネズミはやはりあのお米とか小麦とか豆とか。 だか穀物を非常に好むまあ、実があるものを好みますけども、葉っぱっていうのはそんなに食べないんですよ。なので、僕の知識ではまあ、ヘナの産地何回も言ってますけども。ネズミの害で、えー、タリウムを使用しているっていうヘナに。それは聞いたこともないし、そんなことも想像もしていなかったわけですね。で、もちろんタリウムっていう検査も想定はないのでしているわけも。 ないですねでこの、まあ、レビュー、えー、マハラニヘナイシュスビキタリウム残留いこちらのヘナはアマゾンカスタマーということで後で分かったんですけどもアマゾンはアマ,アマゾンカスタマーであればこの商品を直接買っていてもレビューできるんですね僕も知らなかったまあも知らなかったんですけどもだから全然その商品を実際に使っているかどうかっていうのは、まあ、か少なくても買っているかどうかっていうのは わからないレビューの,レビュー,あのレビューアーーのレビュとということなんですよで毛髪検査毛髪ミネラル検査をしてみたところタリウムが高い高値になったということでタリ,ウ、えー、タリウムは殺素材ですとこれはアマゾンのレビューからですが私は職業的にも従業業的にもタリウムに暴露する可能性はなく調べてみたらヘナを栽培する過程でタリウムが使われ それが残留していることが問題であることがわかりました。使われているんですかこれ？えー、しらだどこで調べたんでしょう。で、あの本当に違和感が覚えるあのご投稿で、職業的にも住環境的にもタリウムに暴露する可能性はなくても、タリウム宅地からも入りますよね。なんか食べるもの、ま化粧品もきっとやっとしたら汚染されているものがあれば、住環境とか。 職業的だけの関係ではなくてやっぱり何かいろいろひょっとしてどっかで小麦とかお米とかに何か関係でネズミが来るっていうのでタリウムが使用されて何かそれが混入してしまったものを口に摂取した可能性はないのかっていうなんでヘナだけをこう疑いがあるというふうに考えるのかが非常にわからないでそこまではまだいいにしてもその後調べてみたらヘナを栽培する過程でタリウムが使われているって断言してるんですよね。 それが残留していることが問題であることが分かりましたって断言しちゃってるんですけどこれ疑いと言いながらもそれが残留しているからタリウムがヘナに残留しているということをもうそうだというふうに分かったというふうに断言されているんですよね非常にこれはあのなんていうかよく調べもしていないで断言をしているそもそもあのこれを聞いてマハラニヘナ一周すべきの タリウム検査をしましまたけど出るわけないんですよもうあのえっと検出限界値以下で今の最新の技術を使っても検出あの,徹底あの最新の技術を使ってタリウムを検出してその限界値の未満だったということで要は実質タリウムは何にもないんですよ。でそれは当然そうなんですけども、えー、この方は調べてもうタリウムがあヘナを栽培する過程でタリウムが使われていて。 それが残留していることが原因で問題であることが分かってそれが原因で毛髪ミネラルにタリウムがまあ高値になったと断言しちゃって疑いとは言い,いながらも断言されているこれ非常に僕はこの投稿を見た時ショックだったっていうのをなんでこんなふうに言い切れてしまうのか非常に違和感のある投稿でえしかもこういったことが 風評被害になる可能性がありますよね。単にマハラニヘナだけでなくて、まあ、インド全般から来るヘナは、多量の疑いがあるよっていうことを示唆するような、マハラニヘナだけでなくて、そういった、なんていうかな、示唆をするような風評、しかもその全く根拠はないですよね。なので、あの、この投稿に関して言うと、非常におかしいな投稿に、 よに違和感のある投稿に見えました。で、繰り返しになりますが、あまあ、あえて言いますと、マハラニヘナにはタリウム一切使われてませんし、検出も、検査結果で検出もされていない。また、現地何回も言ってますけれども、タリウム関係の殺素剤がヘナの収栽培の過程、製造の過程で使われている事実は全くないです。事実無根。 で、なぜこの人が調べてみて、ヘナを栽培する過程でタリウムが使われていると言い切れたのか。これ知りたいですね。やはりこれは想像だけで物事を判断している。こういうことによって風評が広がっていく。ヘナが、タリウムがあって悪い。人の健康を害するっていう、そういうイメージを風評を広げてしまうようなご投稿で、 あってこれは非常に無責任ななな投稿じゃないかなともし本当に毛髪ミネラル検査,検査でタリウムがたくさん出たのであればヘナ以外のもの中環境が問題ないとおっしゃるのであれば何か摂取したもの化粧品分かりませんよヘナ以外の何かをこの方は検査するチェックする必要があると。 思います。